い、ということでですね、今日は新型ベゼル、ちょっとどんな便利機能がついているのか検証していきたいと思います。私がちょっとね、勉強不足なところもあるかもしれないから、みんな大好きお待たせしました。ちょっと広報の宇沢さんにちょっとわからないところはちょっとだけ教えてもらいたいと思います。よろしくお願いします。ということで早速見ていきましょう。で、まあ、ベゼルといえばまずこれですよ。ホンダコネクト、携帯と車を連携させることによって、まあ、スマホで操作もできるよっていうような形なんですけど、例えば、まあ、宇沢さんが私の奥さんだったとしたら奥さんがえ、いいやん、別にいいやんか、綺麗な女の人を奥さんにしたいと思って何が悪い、 OK。 で、宇沢さんが私の奥さんだとしたら、宇沢さんが鍵を持ってて、私が旦那さんで、じゃあ先にちょっと車行ってるねみたいな感じで行って、でこのベゼルと連携したスマホだけ持ってる状態です。で、これコントロールして、まずドアを開けます、アンロック。そしたらドアが開きました。今これだけでもすごくないですか。で、これね、これオンに、エアコンオンにするとかもここでできるんですよ。で、これ今ね、このプロペラが回ってると思うんですけど、私はもうエアコンをオンにした状態です。なのでこの時期エアコンをね、あらかじめつけれるっていうのはめちゃくちゃいいですよね。スマホで操作して暑い、あの車内にブワッと入るやつ、あれがなくなるっていうのはめちゃくちゃ便利ですよね。タン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 、めちゃくちゃ涼しい、もついてるからエアコンが。で、ここ見てください、ピンコード入ってますよね。で、このピンコード、これね、今2148出てるんですけど、ここに入れます。2148で送信します。で、そうするとこれが鍵になるんですよ。で、エンジンを起動できると、鍵がなくてもこのスマホが鍵代わりになってピンコードを入れればエンジンを起動できるっていうわけなんですね。で、ピンコードは毎回毎回表示される、あの数が違うんですよ。今は2048とかだったけど、1102の時とかもあるし、3352の時とかもあるので、そういうふうに毎回、ここに現れるピンコードが変わることで、まあ、盗難防止とか万が一のことを防いでるっていう、このセキュリティも結構しっかりしてるんですよ。で、ちょっとね、ここ見てほしいんですけど、まあこういうね、残燃料とかも出るんですよ。この燃料あとどれぐらい残ってますとか、航続可能距離これぐらいですとか。で、あと私がよく使ったのはこれ、車を探す、これがあるんですね。で、駐車場とかでどこに置いたかわからなくなることありませんか。え、私どこに置いたっけとか、あと、なんていうの、近くの駐車場に置いてみたものの、パーキングありすぎてどこに置いたか覚えてないみたいな。で、そういう時はここで確認できるんですね。それと、あとね、すごいいいのがあるんですよ。来てください。さっきの続きなんですけど、スーパーとかで例えば同じベゼルが10台並んでたとか、例えばですよ、その時にここハザードをこう焚くと、自分のベゼルのハザードがこう光るんですよ。もう一回やりましょうか。ほら、だから私のベゼルはこれだなって分かるっていうのと、あとこれもできるんです。ブザー聞こえました、今ピッ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 で、あとハザードとブザーも選択可能です。だから、あ、両方いけんだ。はい、ちょっと音出るの恥ずかしいなっていう人はハザードだけ焚いて、まあ、ハザードちょっと恥ずかしいなと思ったらブザーで、いや両方いっとこうっていう人はハザードとブザーできるんで、これは結構私ね、使いました。で、ベゼル売れてるから、これからどんどんベゼル街中で見かけること多くなるじゃないですか。なのでこの機能はね、結構ね、使った方がいいと思います。で、あとは私がよく使ったのはこれですね、し忘れ通知。例えば、あれ鍵かけたっけなとか、あれライトつけっぱだったかもみたいな時に、ここ何かこうし忘れてたら、
こう赤く光るんですね。ここ忘れてますよ、エアコンつけっぱですよ、ライトつけっぱですよ、テールゲート閉まってませんよとか、そういう風に出るので、これはね、忘れっぽい人にとってはすごく二重丸な機能だなという風に思いました。で、私が借りてて便利だなと思ったのがテールゲートなんですけど、鍵を持って、でこれちなみにスマホじゃダメです。鍵を持って真ん中をこうやると、こういう風に開くんですね。で、なんでこの両手に荷物を持ってたとしても足をかざすだけでこう開いてくれると。で、ちなみにこれもう一個すごい便利な機能があって、私158センチなので、まあ今みたいにこう上まで開いてしまうとちょっとたわないっていう時があるんです、あのボタンに。そういう時はこうやって開けてもらって、ここのボタンをね、もうここで押す。そうすると、このドア、テールゲートがここで止まってくれるので、荷物を積み込んで、身長が低くてもこうなることがないみたいな。ここで止めると、自分のボタンを押しやすい高さでテールゲートが止まってくれるっていうのがすごくいいところです。そしてですね、こちらにボタンがついてるんですけど、これをちょっと宇沢さんに教えていただいていいですか。あ、はい、これは予約クローズ機能って言って、手が塞がってしまってドアは閉められないよっていう時に、あらかじめここを押していただいて予約状態にしてもらって、荷物を積み下ろして、で離れていただくとドアが勝手に閉まってくれるという機能になります。これめちゃくちゃ便利じゃないですか。むしろ別に荷物を持ってなかったとしても、めんどくさいなと思った人は、積んだらもうすぐできるようにこう開くじゃないですか。テールゲートが開いた状態 で積み込んで、待たなくても積み込んでもここを押す、開いた瞬間にここを押して、でも離れると、でこういう風に乗れる。だから無駄な動作を減らせるっていう利点があるわけです。このテールゲートすっごいよく考えられてるなっていうのが、私あの二重丸なとこでした。任意の場所で止めていただいて、でそこでもう一回長押しすることで高さの予約ができる。ピッピッって言いましたね。そうですね。でこれでもう一回閉じて、おー、もう途中で止めるのがめんどくさいみたいな、さっき私が言ったじゃないですか、途中でこうやって止めれるよみたいな、もうそれを毎回やるのはまためんどくさいっていう人のために、もうそこで設定できるんですよ。どこまでしか開けないっていう設定ができるという機能もありました。でシングルペダルっていうのがあって、ちょっとそちらレクチャーして実際試乗の時にあのやってみたいと思います。はい、はい、じゃあこれドライブモードになるので、はい、まずあのここの B レンジ、ブレーキレンジに入れていただいて、 B に入れて、今 B レンジに入っていて、でそうするとここでブレーキの効き具合というのが、はい、調節できるようになってます。で、今一番効く状態になってるんですが、はい、これパドルシフトのプラスの方かな。あ、プラスの方で、はい、で調節ができます。で4段階で調節できるので、そのアクセルから足を離した時のブレーキのかかり具合をこれで調節することができます。あ、なるほど。より強くかけたい時とか、そこまででもなくていいとかっていうのを自分の好みに応じて、設定ができます。まあ、ただ一番最大にしてもそれほど完全に停止するまではブレーキ効かないので、もうあくまでその減速の具合を調節する機能だと考えていただければと思います。でもそれ楽ですね、わざわざブレーキ踏む必要がないってことですよね。例えば山道とか、何回もブレーキとアクセル踏み替えたりする必要がないので、まあ、気持ちよくそのアクセルから足を離すことで、ちょっと減速して、でまた、カーブ曲がり切ったらアクセルを踏むみたいなシングルペダルでの運転を楽しんでいただけます。あ、これちょっと試乗の時にやってみましょう。はい、なるほどなるほど。あとはドライブモードですね。ここで調節すると、はい、今度はこの E コンノーマル
スポーツっていう異なる走り味を楽しんでいただけるので、例えばスポーツモードだとちょっとあのクイックにまたエンジン音が少しあの増幅されるような。これは何ですか？ブレーキホールドは、うん、信号待ちの時にあのブレーキから足を離しても車両側でブレーキを止めたままにしてかけたままにしてくれるっていう機能で、今回それが設定が毎回このボタンを押さなくてもホールドされるようになったので、かなり便利になったと思います。そうなんですね、はい、なので1回これを設定してしまえば何回信号で止まったとしてもその度にブレーキホールドがかかる状態になってます。めちゃくちゃ楽じゃないですか。ぜひこれは都内で信号待ちの時に、ね、はい、試してみていただければ。都内めっちゃストップアンドゴーが多いからこれめちゃくちゃ楽ですよね。あと私細かいとこなんですけど、何回も言うようなんですけど、ホンダのこのいくらこの最新になろうともこの突起っていうんですか、このボタンとかが今最近チュルンとしてるのが全部流行ってるじゃないですか。あの全部つるいちみたいな、それがホンダはいや流行ってるじゃないですか、つるいちつらいちな、つらい。でもこのホンダさんのこの好きなとこはこれ、いくらこのそういう風になろうとも物理的にこのなんていうの、ちょっとあ LED の色変わるんだね、はい、出てると。そうなんです、あるわ、はい、一瞬。このベゼルすごいこういうところこだわって作っているので、上げた時は赤い方向に行って、赤くて下げると青くなるっていう。でこのクリック音とか感触みたいなところにもすごく今回こだわっていて、できるだけこのいろんなダイヤル、こことかこことか のダイヤルのクリック感、操作感を統一するように非常にこだわった点という。確かに。でも私このホンダのこのいくら最新になろうともこういうのはちゃんと運転しやすいようにデザインにはごまかされず、なんか出てるっていうのが結構好きなポイントなんですよ実は。そうなんですよね。結構ここがデジタルだと操作中、運転中に操作するのが難しかったりするんですよね。なのでやっぱりこういうとっさに動かしたいところっていうのは、うん、きちんと物理ダイヤルを使って、まあ、できるだけその視線の移動をしなくても直感的に操作できるっていうのが今回ベゼルのすごくいいところだなと思います。うん、なんかだからどっちが悪いっていうことじゃないんですけど、私がよくあるのはなんかこうなんていうの、室内の温度をこう下げようと思ったらボリュームがでかくなったりとか、こう運転しながら何やこれみたいな感じになるのが嫌なので、私はこういうのが好きだよっていう感じなんですけど、そうならない人はね別にそのそれでもいいわけで、どっちが悪いとかではない。そんなやついないと思う。いやそれ私あもうボリューム上がったみたいな。私すごいなと思ったところが、ここめちゃくちゃ一直線になっているので、すごく広く感じる、ワイドでなんか見やすいなっていうのは思いました。運転席に座ってここもまたポイントです。この四隅の角とかが見えるんですね、はい、ここが見えるので車両感覚がすごくつかみやすいです。これ運転あんまり得意じゃない人もこれ嬉しいポイントですよね。そうですね、はい、だと思います。で結構これ車体がきちんと角張って水平基調をそのままこう視線移動するとその先にボンネットが見えるようになってるので、曲がり角とかでその自分の車両の、感覚がつかみやすいっていうのも今回ポイントです。駐車とかすごいしやすそうですよね。そうですね、はい、ぜひそこも試していただきたいです。いろいろ教えてもらったんで早速試乗していきたいと思います。はい、ぜひいろいろ先ほどお伝えしたポイントを試してみて、はい、楽しんでみてください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。行ってきます。いや、どんな感じなんだろう。ちなみにモードは今イーコンにしてます。まずはイーコンから行ってみたいと思います。わー、しかし静かだよ、めちゃくちゃ静か。よし、右見て左見て、 OK だね、安全に行けそうだ。よっしゃ、お静かなのと、あ、なるほどね、ブレーキペダル、ブレーキのところに合わせて宇沢さんがさ、
結構アクセルから足を離したらブレーキが自動でかかるっていう風におっしゃってたんですけど、あの今ね一番そのブレーキが効くような4レベル4の状態でもそんなにこうカクンと効く感じはないです。一番効くモードにして足を離すと、わこれめちゃくちゃいいわ。あのね、ま、その他メーカーでこのアクセルからこう足を離すとこうガクンって効くタイプあるじゃないですか。それがないです、このホンダのベゼルは。結構足を離すと、まあ効くとはいえどもゆっくりシューッと止まってくれる感じがありますね。だからそんなにアクセルからちょっとでも足を離したらガクンってやるから慣れるまで難しいとかはない。この別に私すっごい運転スキルが、まあ、下手ではないっていうか、その運転嫌いではないけど、それぐらいの私のスキルでも全然このアクセルから足を離してシューッと止まってくれるから感覚をつかみやすいです。あ、これめちゃくちゃ楽だ。ちなみにちょっと矢印減らしてみますね。効き具合をどんどん減らしてみます。減らしてどんな感じなのかちょっと体感していきたいと思います。そうで、あのブレーキホールドもめちゃくちゃ楽だ。でブレーキホールドね、さっき宇沢さんが教えてくれたんですけど、まあ止まって一回このボタンを押したら止まって足をブレーキから足を離してもタイヤがと、あの車が止まった状態を意識してくれるっていうようなことなんですけど、今なんだこれ、接近注意ってあるな。自転車だね。自転車が通るときに、今ちょっと横を通りそうだったんで通ったんですけど、その時に接近注意っていう風に教えてくれます。まあ至れり尽くせりですよね。でもブレーキホールドすごい楽だわ。ずっと踏んどかなくていいんだもん。で発進するときは普通にアクセルを踏めばいいだけなんで、足はめちゃくちゃ楽ですね。あーでね、ブレーキの効きちょっと4から3にしてみたんですけど、確かにちょっとマイルドになってます。1に2にしてみようか。あー 2はね、確かにどんどん緩やかになっていくのはすごい。あ、逆にこれそのアクセルから足を離しても止まり方がスーッとこう緩やかなんで、マックス4でもいいぐらいだな。ごめんなさい、話が前後するんですけど、ブレーキホールド、これね、ブレーキホールド完全に0キロになってから足を離さないといけないですね。完全に0キロになったら、完全に車が動いてない状態まで速度を落として離したらしっかり止まるようになってます。例えばちょっと1キロでも2キロ3キロでも動いてたらこのブレーキホールドかからないんで、そこは要注意です。あ、でもこれは本当に楽だわ。ブレーキ踏まなくていいですね。しかも気持ち悪くない、ガクンと止まらないから、これはすごいいいな。なんかこうそういう便利機能ってちょっと慣れるまでに時間がかかるとこあるじゃないですか。例えばこれ割と誰でも操作しやすいように、こう緩やかなブレーキングとか、まあ、緩やかな加速とかが多分設定してあるので本当に乗りやすいと思います。奥さん、あの運転が苦手な奥さんとか、例えば運転が、まあ、男の人もだよね、運転が苦手な男の人も乗ったら、まあ、すぐに慣れる、運転に慣れるような感じになってますね。で今試乗したわけなんですけれども、走行性能先ほどコメントさせていただいた通りでございます。でね、このベゼルなんですけど、走行性能だけじゃないんですよ、収納スペースもたくさんあるんです。まずはここ、まあまあ定番ですよね、どの車にもあるという。でこれがまず1個目、そして続きましてでその2、ここじゃーん、スマホ置き場がここにあるんです。で両サイド見てもらっていいですか。
USB アダプターが両サイドについてるんです。なのでまあ挿しやすいし、この充電こうねピッと挿してここに置きやすい、近い位置についてるからダラーンとなることはないし、まあまあ取り出しやすく見えやすい位置についているっていうのがポイントになります。3つ目、そしてここじゃじゃーん、急速、置くだけで急速充電できるようになってるんです。これほら今充電中、これすごいですよね。これ置くだけですよ、置くだけで。さらにここ見てもらっていいですか。実は急速充電のこの左上の部分には 12V のコンセントがついています。これもポイントですね。いろんなところで充電できる、ここでもここでも充電できるというのはポイントです。4つ目、じゃーん、センターコンソールにドリンクホルダーがあります。まあこれねもう普通じゃんと思うんですけど、ここ注目してもらっていいですか。爪状のこの突起がついてるんですよ。なのでまあ細い、ほら最近さペットボトルとかもあるじゃん、それにも対応できるし、太いペットボトルにも対応できるし、どんな感じのペットボトルもぴったり収まるっていうのがここポイントになっております。そして5つ目、じゃーん、このバイザーのところにこう駐車券とかね、まあ、チケットとかを挟めるようになっている。そして開くとここ鏡があるんだけど、これもライトが光るので暗い時にメイク直しをチェックできる。それでそれともう一個言っていいですか。これ LED な時あるじゃないですか。これが私オレンジの方が好きなんですよ。なんでかっていうと LED だと細かいシワに入ったファンデーションが飛んで、だからなかなか見えなくなるので、この優しい光の方がよりアラが見えるのでメイク直ししやすいなと個人的には思っております。細かいところなんですけどね、男子とかどっちでもいいですよね、ぶっちゃけ。まあ、まあこれは女子鏡使えません、まあ、メイクする人ならではの意見かもだけど、一応ちょっと言っときました。6個目、このセンターコンソールの部分をパッカーンと開けると、まあここにも収納できますよというやつですね。まあこれは結構皆さん一般的、ちょっと手入れてくれ、どれぐらい深いんですか。これぐらいですね、ここまで。何が入りそうですかね。何入れる、私の気持ちここに置いていく。よくわかんないですけど、はい、次、はい、7個目、7個目はまあこちらも一般的、じゃーん、この運転席の部分、これね、ここにまあペットボトルが置けたりとか、まあ、ちょっと深くなってるんで、まあ、スマホを置けたりするよっていうようなやつですね。8個目、じゃーん、ここ私はキーを置いてます。このハンドルの右下にあるこのポケット、これなかなかいいですよね。これね、ちょっと手入れてみますね。斜めになってるんで鍵とかもね全然落ちないんですよ、横揺れしても。なんでこれはねちょっとねいいなと思いました。ちょうどいい鍵を入れる。はい、続いては鉱石の収納を見ていきたいと思います。じゃーん、助手席と運転席の後ろどちらもあります。こういう風にまあ A4 サイズ、まあ、もっと大きい雑誌も置けますよね。置けるスポットと、ここ注目してほしいんですよ。これなんだと思います。なんとスマホ、ここぴったり置けるようになってるんです。これ嬉しくないですか。鉱石って結構スマホってそのドアの部分とか置いてガラガラガラっと落ちたりするじゃないですか。これめちゃくちゃ嬉しいですよね。こういう細かい気遣いっていうのはすごく二重丸だなっていうふうに思いました。続いてセンターコンソールのこの後ろの部分、ちょっとねここにね深い置けるところがあるんですけど、これねちょっとちなみにちっちゃいペットボトルのサイズだとまあちょっと出るかなという感じ。ただここ映してもらっていいですか。 USB アダプターがあるので鉱石でもまあ充電できるようになってるんですけど、ここ差し込んでほらじゃーん、ピッとやったらすっぽり収まるようになってます。はい、続きまして鉱石のアームレストをこう倒すと、ここにもドリンクホルダーがついてます。で続きましてじゃーん、リアポケット、まあここにも収納できるし、ここにはペットボトルを置けるしっていう感じになっております。
じゃあ最後に、じゃーん、ここ何だと思います？洋服がかけられるようになってるんです。ちなみにここね、ハンガーもかけられるじゃんと思うかもしれないんですけど、ここからね、エアバッグが出たりするので危ないので、ハンガーは使わないようにした方がいいですよ。皆さん、洋服をこうピッとかけるという場所になっております。はい、でベゼルって5人乗りなんですけど、前に2人、後ろに3人、1、2、3人座れるんですけど、この真ん中にね座る人のために、じゃーん、ここにシートベルトがついてるんですよ。これ何がいいかっていうと、シートベルトが散らばらないので、3つあったら当たる、シートベルト当たるみたいな状態になるじゃないですか。それがない、ここに収納されていることによってそれがないっていうのと、なんとこちら3点止めになっているんですよ。ここに1個やるじゃん、カチャッと。で、このもう1個の部分はこのちっちゃい方に、ここね、こっち側にカチャッとやる。そうすると3点止めでしっかり安全に座れる。で、逆にこっちの人は、左の人は、運転席後ろの人はまあ普通にこっち、じゃーん、見てください。こうやることでみんなシートベルトを止めることができるというふうになっています。で、ちなみに外し方なんですけど、見てもらっていいですか。一応やっとく。ここ外します。1箇所目、まあこれは普通のシートベルトですよね。で、2箇所目、このちっちゃい方なんですけど、こうやります。見てください。何が言いたいかというと、ここの突起をこうピッてこれで押すと外れるんで、なんで収納するときはこうね、収納するときは大きい方をここ、ちっちゃい方をここ、ピッてやったら綺麗に収納することができます。これはかなり安全考えられてる。特に真ん中の人が一番危ないですもんね。この事故したとき飛び出していっちゃうから、だから3点ベルトでちゃんとしっかり固定されているっていうのも、ベゼルのこう安全性が二重丸のところなんじゃないかなっていうふうに思います。で、私がいいなと思うところなんですけど、ちょっとここを寄ってもらってもいいですか。これがね、例えばこの、ね、シートベルトのこの受け手の方がこういう風に綺麗に収納できるようになってるんですよ。わかります？ここで、ここちょっと穴が開いてて、こう収納できるようになってて、このちっちゃい部分はここにこうシュッと収納できるようになってるんですね。このお尻の部分に当たるの？いや、全然当たらないですよ。だから綺麗に収納されてるから、全然こう動いてもこうお尻に当たることはないです。 OK？ 考えられてる。そう、考えられてるんですよ。で、何がいいかっていうと、ごちゃごちゃしてない、見栄えがいい、スッと綺麗に収納されているっていうのが、まあ一つポイントだなというふうに思います。車内が綺麗だと車内がこう広く見えたりすると思うんで、それ一個ポイントですよね。いいなと思ったところです。で、まあ内装をざっと見てきたわけなんですけれども、例えばわ、こんなところに収納があるのかっていうような、まあ、驚きの収納っていうのは正直なかったかと思うんです。ただ何が良かったかっていうと、その驚きの収納がないなりにも、例えばね、ここスマホポケットが置くところが、場所が考えられているとか、よりね、日常にこう密着した、ちょっと些細なことなんだけど、そういう小さな収納が追加されているっていうのが、まあこのベゼルらしさなんじゃないかなというふうに思います。はい、では次リア見ていきたいと思います。まあ、リアはね、ちょっとこっち来てもらえますか。右側、まあ、運転席側にじゃーん、タイヤのこの修理キットが入ってたりとか、あとね、ここ開けると、まあ、ちょっと深いので、まあ、靴とかぐらいはね全然入れれると思います。キャンプ行った時にこうちょっと靴何足か持ってきて入れるとかね。で、それとここには、まあ、フックですよね。フック、重い荷物が積んで動かないようにここフックかける。で、フックで言うとこっちもフックあるんですよ。ただ右側にフックがないんですよね。まあタイヤキットの修理キットこれ積んでるからっていうことだと思うんですけど、こっち側にはフックもないんですよ。だから、まあ欲を言えば4点止め、1、2、3、4止めれたら、さらにこう荷物はこうぐらぐら動かなくなるので、それは良かったかな、あった方が良かったかなというふうに思います。だから、でも多分ホンダアクセスはこの4つ止めれるようなこう
シートというかそれを作ったんだなということになってます。ちなみにちょっとここで宣伝、ホンダアクセス、まあ、純正ベゼルの純正アクセサリーを作っているホンダアクセスもそのねどんなアクセの用品作ってるかっていうのも動画にしてるのでぜひそちらもチェックしてみてください。で私がね一番ベゼル収納で好きなとこで、ここね、これ電化の方とホンダの N ボックスにも N1 にもついているという、あらゆるものについているという、ここじゃーん、鉱石シートが持ち上がります。もう全然軽い、もう何もやんなくていい、これただベーって持ち上げるだけ、すごいいい。あ、全然無理してない、本当に無理してない。でここ折るじゃん、このバーを、でガシャンってやったら止まってくれるから、これだけで。そっち側もやりますね、こっちからやっちゃおう。よいしょ、ここを開けてグッとやって下ろしてグッとやったら、はい止まりました。でこれ何がいいかっていうと、ほら見てこんな感じ、取れてますよ横から。結構ね高いものを積むことができるんですよ、これによって。すごいでしょ、ギョーン。なので痛かった。子供とかさ着替えるのは全然いけると思いますよ。さすがに大人はちょっと立てないけど、もうちっちゃい子供の着替えとかね、例えば海に行ってちょっと着替えさせるとかは全然ここでいけると思います。それとかまあなんていうの、ベンジャミンみたいな、ベンジャミンっていう木あるじゃん、観葉植物、ああいうの積むとかね、モンテスラとかそういうのそういうのを積むみたいな時はここを開けたら結構長い荷物も積むことができます。じゃあ次はヤッホー、鉱石をヤッホー、鉱石を倒して、倒したらラゲッジルームとこの鉱石のスペースどれぐらい荷物が置けるかっていうのを検証していきます。じゃん、鉱石を倒す時はここのレバーをピュッと引いて、じゃーん、はいこれで終わり。反対側もやりますね。おいしょ、ここをピュッと引いて、はいこれで終わり。あ、しかもねこれねフラットになるんですよ、ここが。なので全然余裕で寝れます。車中泊もぴったりベゼル。ということで皆さんいかがだったでしょうか。今日はですね、新型ベゼルのこの便利機能とか、こういうところはいいよねとか、収納箇所とか、ちょっとダメなところもね、こう、あ、ダメなとこって言わないね、こうあったらいいよねっていうところも紹介させていただきました。購入の時のね参考にしてくだされば嬉しいかなというふうに思います。ということで、この動画がいいねと思ったら高評価とチャンネル登録のほどよろしくお願いします。登録してね。まだまだね、やたばきこのベゼル祭りは続きますので、皆さん乞うご期待です。バイバーイ。暑い暑い。